知らない人から毎月荷物が届くんです。一人の男性からそんな相談を受けました。荷物の中身はレトルト食品や生活悪化、送り主は不明。一体誰が何の目的でこんなことをしているのか。その真相を追った先に予想もしない恐ろしい結末が待っていました。最後に全て裏返ります。あなたは違和感に気づけるでしょうかこんにちは。 ウケツと申します。私のもとに1通のメールが届きましたメールをくれたのは浦川光俊さんという40代の男性都内のアパートに1人で暮らしているといいますご相談したいことというのは正体不明の郵便物に関することです毎月私の部屋に食品などが入った段ボールが送られてきます送り主は毎回違う名前なのですが、 どの名前も全く見覚えがありません。メールに添付した写真は先月9月13日に届いたものです。大変気味が悪く、怖い思いをしております。真相解明にお力添えをいただけるとありがたいです。私は早速、浦川光寿さんに連絡を取り、話を聞いてみることにしました。はい、浦川です。ウケスと申します。 受けんです浦川さんは気弱そうな声の男性でした YouTube で私が出している不思議な事件を解明する動画を見て相談をしてくれたそうですえー、っといくつかお聞きしたいんですけど送り主に本当に心当たりはないんですか例えばご両親とか友達とか両親はすでに他界していますしここ十数年は友達付き合いも全くで私に仕送りをしてくれるような人は一人も思い当たらないんです なるほどなので初めて荷物が届いた時はご配送だと思いましただけどうちの近所で「浦川」という名字は私だけで間違って届いたわけではなさそうなんですうーんじゃあ前の住人宛ての荷物じゃないですか引っ越したことを周りに報告してなくてもう住んでない家にその人宛ての荷物が届くっていうケースは結構あるみたいですよそれも考えましたでも不動産屋に事情を話してみると 私以前に浦川という人間がアパートに住んでいた記録はないと言われましたつまり荷物は間違いなく浦川さん宛に届いているということですねはいところで荷物はいつ頃から送られるようになったんですか引っ越してすぐです去年の10月1日から今のアパートに住み始めまして最初の荷物が届いたのは27日でしたその時の中身は この前お送りした写真と大体同じです。レトルト食品とか生活雑貨とか。手紙とかメッセージは何も入っていませんでした。それから今まで毎月違う名前で似たような荷物が届くんです。違う名前でっていうのが不思議ですよね。例えばどんな名前がありましたえーっと、今メールで画像をお送りします。 一応、中身の画像も添付しました。荷物が届くたびに写真を撮るようにしてるんです。溝口里美、池田しお織、山崎楓。女性の名前ばっかりですね。あと、住所も毎回違うけど、神奈川県海老名市というのは共通してる。浦川さん、海老名市という地名に心当たりはありませんかいえ、一度も行ったことはありません。 親戚や知人でそこに住んでる人もいないですねそうですか一回ここに書かれてる住所を全部調べてみますかそれはもうやりましたおそしたら全部実在しない住所でしたえ例えば「海老名市五十住町七丁目十一番地四号」と書かれた荷物があるんですけど五十住町には六丁目までしかないんだそうです偽の住所か。 じゃあ複数人が送ってるわけじゃなくて1人の人物が名前と住所を変えて何度も送ってるってことになりますねでしょうねなら名前も全部偽名と考えた方がいいか偽名を使うのは浦川さんに本名を知られないためだとしてなぜ毎回変える必要があるのか差出人の思惑がつかめない中新たな謎が浮かび上がりますところで 荷物が届く以外に何かか異変はありませんか例えば無言電話が来るとかそうですね関係があるかはわからないんですけど一度だけうちの前に誰かが来たんです引っ越してすぐの頃で去年の10月中旬あたりですかね夜寝ようとしてたらドアの外で足音がしたんです普通の足音じゃなくてズッズッて片足を引きずって歩くような音でした その足音が私の部屋の前で止まったんです。来客かと思ったんですけど、一分ほど経ってもインターホンが鳴らないので、気になって様子を見に行くことにしました。私が玄関に近づくと、またズッ、ズッっていう音がして、ドアを開けて外を見たら遠ざかっていく人影が見えました。つまり、浦川さんが部屋から出てきそうな気配がしたから、慌てて逃げていったってことですかそうだと思います。 その人の人体格とか性別は体格は小柄な方だったかな性別は暗くてちょっとよくわかりませんでしたただ確か左足を引きずっていたと思います追いかけるほどでもないかなと思ってそのままにしてしまったんですがその時玄関に何か置いてありませんでしたかいえ何もうーんうんうん毎月届く荷物謎の訪問者 もしかしてストーカーなんじゃないですか頻繁にプレゼントを送ったり、こそこそ家の前まで来たりって、ストーカー被害でよく聞く話だと思いますけど、四十過ぎの男をストーキングしますかね好き嫌いに年齢は関係ないですよ。もしストーカーなら、私より警察に相談した方がいいですよ。警察には少し前に行きました。でも、今の状態だと事件性が低いらしくて。 あんまり真剣に取り合ってもらえませんでした。なるほど。なら、いっそ、今の部屋から引っ越してしまうとか。いいにくいですが、金がないんです。去年、ずっと勤めてた会社が倒産しまして社員料出て、逃げ込むように借りたのが今の部屋なんです。今やってる仕事だと、月二万の家賃を払うのがやっとで、引っ越し代いなんてとても。八方塞がりってことか。わかりました。 じゃあ私が何とかします本当ですかはい不安だと思いますけどちょっとの間待っていてください申し訳ないですただ今の状態だと手がかりが少なすぎますよねそうだこれまでに届いた荷物ってまだ取ってありますかはい一応こちらに送っていただくことってできますかそうですね一つ一つがかなり大きいので全てお送りするのは難しいか じゃあ一番新しい9月の13日に届いた分だけ送っていただけますかはいすぐにお送りします電話を切った後、改めて写真を検証しましたパックご飯、レトルト食品ティッシュキッチン用品まるで上京した大学生に両親が送る仕送りのようですしかし浦川さんは40代で両親も他界しているなら誰が送っているのか 送り状はすてて同じフォーマットで書かれています筆跡も似ていることからやはり同一人物と考えていいでしょうただそれよりも注目すべきは送り状の横に貼られたステッカーです調子郵便局の窓口で職員が発行する切手のことです一般には販売されていないためこれが貼られた荷物は郵便局の窓口に持ち込んで発送したのだと推測できます 9月分の荷物だけ剥がれてしまっていましたが、それ以外には全て消費が貼られていました。つまり、送り主は荷物を出すとき、毎回郵便局を利用していたということです。コンビニ発送やヤマト便では、より詳しい個人情報を書かなければいけないため、自分の身元を特定されないよう、あえてこの方法を選んだのでしょう。ただ、それでも隠しきれない情報があります。消費に記載された郵便局の名前。 調べてみたところ送り主は神奈川県海老名市にある3つの郵便局を使い分けていることが分かりました送り主が海老名市に住んでいるのはおそらく本当なのでしょう後日浦川さんから荷物が届きました受付様、先日のお約束通り9月分の荷物を同封いたしましたうーん。 中身を見た瞬間、私は奇妙な感覚を覚えました。写真で見たのと何か違う気がしたからです。あれどうしてその時、私は浦川さんから送られた写真のおかしさに気づきました。しかし、それはあまりに些細な違和感だったため、この時点ではそこまで気に留めることはしませんでした。しかし、その違和感こそが、 仕送り事件の根幹に関わる重要なヒントであることを後になって知ることになりますその日私は事件解決の協力を仰ぐため一人の知人に電話をしましたもしもし栗原ですどうも右京子ですちょっと相談したいことがあります以前から動画で何度も協力してもらっている栗原さんです本業は設計士ですが 方面に知識が豊富なため今回も彼の知恵を借りることにしましたでまとめるとこうですか都内のアパートに住む浦川光俊さんのもとに毎月正体不明の荷物が送られてくる送り場には毎回異なる住所と異なる女性の名前が書かれている住所が実在せず名前もおそらく虚偽ただし送り主は神奈川県海老名市にある3つの郵便局から荷物を出している 大体そんな感じです。荷物の写真は今メールで送りました。はいはい、どうも。改めて考えると、やっぱり犯人はストーカーだと思うんですよね。で、ストーカーが海老名市に住んでるとこまでは分かったんですけど、そこから先に進めなくて。そうですか。私は今出ている情報だけで、かなり細かい犯人の人物像が分かりましたけど。えまず初めに、犯人はストーカーではありません。 行ったたそばから否定された確かにストーカーが被害者にプレゼントを送りつけるという例は多々ありますではなぜそんなことをするかというと自分の存在をアピールしたいからですお前のことを愛している一人の人間がいるぞという過激な自己主張ですしかし浦川さんに送られた荷物には全て違う名前が書かれていたこれではまるで複数人の女性が贈り物をしているような構図になってしまう 自分を誇示するストーカーの心理とはかけ離れていますそういうものですかでは逆に浦川さんを恨む誰かが嫌がらせをしているのかというとその可能性も低いと思いますそれは同感ですだとしたらもっと相手が嫌がりそうなものを送るはずですからねええですので今の段階では犯人の動機は不明わからないものをいくら考えても仕方ないので外堀から埋めていきましょう まずはなぜ犯人は毎回名前を変えるのかという問題右京さんはなぜだと思いますかうーん単独犯だと気づかれたくないからですかいやもしそうだとしたら送り状の筆跡を変えるはずです今写真を見てますがこれでは名前を変えたって同じ人間が送っていることはバレバレです確かにつまり犯人は自分が単独犯であることを浦川さんに隠す気はない じゃあ何のためにおそらく郵便局を欺くためです郵便局右京さんは受け取り拒否という制度を知っていますか聞いたことはあるような自分宛に届いた配達物を受け取らずに配達業者に返すことができるという制度です私だったら知らない人から届いた奇妙な荷物は一も二もなく受け取り拒否しますでその場合荷物は差出人に返却されるんですが 差出人の名前と住所が虚偽だった場合どこにも届けようがないですよね行き場を失った荷物は一定期間保管された後廃棄されます職員からしたら余計な手間がかかるわけです業務妨害ですねええですからこんなことが何回も続けば送り主の名前が悪質な客としてブラックリストに載ってしまう二度とその名前で荷物を送れなくなるんです浦川さんは毎回 ご丁寧に荷物を受け取っているようですがいつ彼が受け取り拒否の制度を知ってそれを利用するかわからないそうなることを想定して犯人は毎回名前と住所を変えることでブラックリストに載るのを予防しているってことですかそうだと思いますでもそれならわざわざ偽名を使わなくても無記名で出せばいいんじゃないですかそれができないんですトラブル回避のため相手の名前相手の住所自分の名前 自分の住所、この4つが書かれていない荷物は窓口で受け取ってもらえないんですだから犯人は毎回一生懸命記名を考えなければいけない苦肉の策ってことか動機は不明ですが犯人の行動の筋は通っています浦川さんに荷物を送り続けたいそのために郵便局に目をつけられないようにしたいこの2点を押さえておけば犯人の不可解な行動も理解できます 複数の郵便局を使い分けているのは職員に自分の顔を覚えられるのを避けるためそして偽名が全て女性なのは犯人自身が女性だからでしょう女性が男性の名前で荷物を送ったら不自然に思われるのではないか彼女はそう考えているんだと思いますなるほど全ては郵便局の目をごまかすためかだんだん犯人に近づいてきましたね そしてここからが重要です。郵便局の場所に注目してください。犯人が利用している郵便局は神奈川県海老名市風見駅を中心に点在している。ならば、犯人の家は風見駅の周辺にあると考えるのが自然です。そうですね。ただ、そうすると一つの疑問が湧いてきます。ななぜ電車を使わないのでしょうか。え犯人は、 駅から2キロ以上離れた岸江小学校前郵便局まで足を運んでいるそれならばいっそ電車に乗って隣の駅前にある郵便局に行った方が楽じゃないですかまあ言われてみればそしてもう一つおかしな点がありますさっき調べたところ笠見駅付近にはもう一つ郵便局があるそうです桜岡郵便局駅の近くにありますなのにここは一度も利用していないんです それは変ですね犯人には桜岡郵便局を利用できない理由があるのではないかそう考えいろいろ調べてみると面白いことが分かりました桜岡という名前からも分かるとおりこの郵便局少し小高い場所にあるそうです徒歩で行くにはいくつかの階段を登る必要があるらしいつまり犯人は何らかの理由で電車と階段を避けているのではないでしょうか電車と 階段もしかしたら犯人は車椅子に乗っているのかもしれません。えおそらく高齢者、もしくは足が不自由な人間。<laughs> まさか夜寝ようとしてたらドアの外で足音がしたんです。普通の足音じゃなくてず,ずっとずっと形を引きずって歩くような音でした。じゃあ、浦川さんが聞いた足音は間違いなく。 犯人のものもです送り主は足が不自由な女性普段は車椅子に乗っている去年の10月女性は浦川さんの住む小牧田巣を訪れたアパートの前に車椅子を止め足を引きずりながら102号椅子の前に行ったしばらくして浦川さんが出てくる気配を感じ急いで退散した犯人は浦川さんの部屋の前で何をしていたんでしょうかそのヒントは送り状にあります 宛名を見てください。なぜ浦川さんの名字しか書かれていないんでしょうか、うん、住所が書かれていれば、名字だけでも荷物は届きます。しかし一般的に名前はフルネームを書くのが常識です。郵便局員に目をつけられたくない犯人なら、少しでも目立つ行動は避けるはず。なぜ下の名前を書かなかったのか私はこう考えました。書かなかったのではなく、書けなかった。犯人は、 浦川さんんの名前を知らなかったんです。でも下の名前も知らない人間に毎月荷物を送るなんておかしいですよね名前も知らない言ってしまえば他人に仕送りをするなんてありえないだから私はこう考えました犯人は浦川さんに仕送りをしているのではないえ浦川さんの住む部屋に仕送りをしているのではないかは住人じゃなくて 部屋そのものもに贈り物をしててるってことですかそうですそれなら犯人が浦川さんの部屋の前に来て何もせずに帰った理由がわかります犯人は表札を見ていたんです小牧田荘102号室に荷物を送りたいそのためには送り状に住人の名前を書かなければいけないでも102号室に誰が住んでいるのかわからないだから部屋の前まで見に行った表札には 普通名字しか書か書れていませんだから送り状には名字しか書けなかったんですでも部屋の前まで行けるなら直接自分で荷物を届ければいいのに本当はそれが理想だったのかもしれませんでも足の不自由な人が重い荷物を持って神奈川から東京まで行くのはあまりに重労働ですまあ確かにでそもそもなんですけど 犯人はどうして102号室に贈り物をしようなんて思ったんでしょうか受け手さんならわかるはずですよ人ではなく部屋つまり場所に対して物を届けるそういう行為ありますよねあまさかお供え <laughs> それが一番しっくりきますよねつまり供養ですかつて102号室で誰かが亡くなった犯人は 毎月お供え物を送っている。事故現場に花を手向けるようなものです。でも、荷物には生活雑貨も入ってるんですよ。日用品をお供えするなんておかしくないですかおそらくカムフラージュです。一見、お供え物には見えないような荷造りをすることで自分の意図を隠そうとしたんじゃないでしょうか。だって、荷物がお供え物だと分かったら大事な情報がばれてしまいますから。大事な情報犯人は 102号室で亡くなった住人の関係者であるということですあ犯人につながる重要な手がか,かりが見つかりました102号室で過去死亡事故があったか調べてみましょうじゃあ不動産屋に聞いてみますか不動産屋はダメです守秘義務があるから教えてくれないでしょう狙うなら大家です大家小牧田荘は都内で月2万の破格物件言い方は悪いですか ボロアパートで言い方悪いなこういうアパートの大家さんって昭和の頃からやってるお年寄りが多いんです彼らは情に厚く守秘義務に疎い泣き落としが通用するんですよ栗原さんとの会話を終え私は浦川さんに電話をしました少し迷ったもののお供え物と事故物件の話は正直に伝えることにしました彼は取り乱すこともなく冷静に話を聞き こう言いました。事故物件というのは確かに不気味ではありますけど幽霊を信じる性格ではないので大丈夫です今度菓子折りを持って大家さんのところに行ってみますもしもし浦川ですあどうもその後どうですか今日、大家さんのところに行ってきましたどうでした。たどうで それが102号室で人が亡くなったことは一度もないと。え嘘をついてる雰囲気はありませんでした。その後、他の部屋の住人にも聞いてみたんですけど、やっぱり死亡事故はないそうです。本当ですかすみません。いや、裏川さんが謝ることじゃないですよ。<え>でも、これでまた振り出しに戻っちゃいましたね。あ、でも… 大家さんんと話して収穫もあったんです実は浦川さんによると小牧田僧の大家は栗原さんの予想通り70歳は過ぎているであろうおばあさんだったそうです。1人暮らしで寂しい思いをしていたらしく浦川さんの訪問を大変喜び結果5時間近く世間話に付き合うことになったといいます。ただその代わりに大きなお土産をもらったそうです。過去102号室に住んでいた人たちの名簿を見せてくれたんです。 名簿には住人の名前と当時の携帯番号が書かれていましたすごいじゃないですかメモを取るわけにはいかないので5時間かけて頭に叩き込みました結局過去20年分しか覚えられなかったんですけどそれでもすごいですよ今メールでお送りしますおおう,ほうん田辺良一21年2月から6月 秋山陽介美希夫婦、二十年六月から九月。浦川さんの前に住んでた二組の住人、どっちも数ヶ月で部屋を出てますね。もしかして、事故物件だから、お化けが出たとか、いや、でも、一丸二分室では、誰も。あ、そうか、浦川さん、違いますよ。荷物です。多分、浦川さんが住み始める前から、この部屋には荷物が送られてきていたんです。 それを不気味に感じた田辺さんと秋山さんは早々に引っ越したってことだと思います。そういうことか。とりあえず、田辺さんと秋山さんに電話してみます。田辺さんは留守か。じゃあ次は。はい、もしもし。突然お電話失礼いたします。 秋山陽介さんのお電話でしょうかそうですよ私は小牧田層102号室について調べているということを秋山さんに伝えましたああはいその荷物なら僕が住んでる時も届いてましたよ本当ですか毎回違う女の名前で送られてくるやつでしょ奥さんに浮気疑われて大変だったっすよね気に悪いからすぐ引っ越したんですよやはり 浦川さん以前にも荷物は届いていた私は続いて秋山さんの前の住人桐村真子さんの携帯に電話をかけました住んでたのは7年弱かはいもしもし突然のお電話失礼いたします桐村真子さんの携帯でよろしいんでしょうかはいそうですけど私受けつという名前でユーチューバーをやってるものです現在 東京都板橋区の小牧田総102号室について調査をしております小牧田総はい、それで以前部屋を借りてらした桐村さんにお話を伺いたくてお電話したんですが少しだけお時間よろしいでしょうかはい実は今、102号室に毎月正体不明の荷物が届くという現象が起きておりましてそれについて何かご存知ないでしょうか 知りませんでは、桐村さんがお住まいの頃には荷物は届いていなかったということですね。だから、知りませんって今言ったんですけど。あすみません。もう切っていいんですかこちらも忙しいので。申し訳ありません。えっと、最後に一つお聞きしたいんですが、今はどちらにお住まいでしょうか答えたくないです。あその後、桐村さん以前の住人。 倉本瑛太佐奈夫妻と水原圭一さんにも電話をかけましたがいずれも留守電になってしまいましたなるほどじゃあ一番怪しいのは桐村真子という女性ですか荷物の話を切り出した途端に様子がおかしくなったんですよねなんか隠してるような感じもしたようなうーんそういえばその人子供がいるんですよねええ ちゃんって子です桐村さんの声は若そうだったので、まだ小さい子供だと思います。その子、生きてるんでしょうかつまり、亡くなったのはユイちゃんで、桐村さんは娘の供養のために荷物をそう考えるのが自然です。でも、もしそうだとしたら。 小牧田掃の大家さんと住人たちはどうしてゆいちゃんが102号室で亡くなったことを隠したんでしょうかウケさん私は別に102号室でゆいちゃんが亡くなったとは思っていませんよえゆいちゃんが亡くなったのはおそらくアパートの外自動車道なのではないかと考えています自動車道またどうして まあ単なる憶測にすぎませんがこれまでの情報を総合するとその可能性が高くなるんです仮にこれまでの私の推理が全て正しかったとしましょうすると桐村真子さんは片足が不自由で過去に娘を亡くしているということになりますはいところで犯人はどちらの足が不自由なんでしたっけ確か左足を引きずっていたと思います 浦川さんが見たた人影は左足を引きずっていたそうです。では犯人はなぜ左足が不自由になったのか考えられる理由はいくつもありますが私は次のように推理します桐村真子さんは娘の結衣ちゃんを助手席に乗せて車を運転していた結衣ちゃんは真子さんの左隣に座っていたことになります例えば真子さんがハンドル操作をミスして 車が道路の左脇に衝突したとします。すると一番ダメージを受けるのはゆいちゃん。そしてマコさんは左足に大怪我をつまりゆいちゃんは事故死。でもそれならどうして事故現場とは関係のない102号室にお供えを送るんですか気持ちの問題です。はウケさん、お墓って何のためにあるか知ってますか うーん、亡くなった人が安らかに眠るためですか違います生きてる人がお墓参りをするためですリアリストだなぁあのね人は死んだらいなくなるんですそれはもうあっけないくらい肺だけ残して消えてしまうでも残された人たちはそれに耐えられないんですよだから死んだ人の居場所を作るそれがお墓です ここにはあの人の霊がいると思い込む。自分を騙すんです。騙して寂しさを紛らわさなきゃ生きていけないんですよ。もちろん、居場所はお墓だけではありません。仏壇もそうだし、骨壺もそうです。交通事故があった時、道路脇に花を手向ける人がいる。その人は道路脇に霊がいると思い込むことにしたんです。霊がどこにいるかは、生きてる人間が勝手に決めるんですよ。 ゆいちゃんは交通事故で亡くなった人によっては道路脇にゆいちゃんの霊がいると考えるでしょうしかし母親であるマコさんはそう思いたくなかった排気がス臭く,くて車や人でゴミゴミした場所にゆいちゃんをいさせたくなかっただから彼女はゆいちゃんが小牧田うの102号室にいると思い込むことにしたんでしょうね2人が102号室で過ごした時間は7年弱 さんの見立てによると結衣ちゃんはまだ小さな女の子だったつまり人生のほとんどを102号室で過ごしたことになりますマ子さんにとって結衣ちゃんがいるのにふさわしい場所はその部屋しかなかったのかもしれませんなるほど確かに筋は通ってると思うんですけど何か引っかかりますか結衣ちゃんの供養をしたいなら102号室に住み続ければいいんじゃないかって 思うんですわざわざ遠くに住んで偽名でお供え物を送るなんてちょっと手間がかかりすぎるようなその点に関しては私も自分の説に十分納得できていませんもしかしたらもっと別の事情があるのかもしれない先ほども言いましたがこれはあくまで憶測ですはあ電話を切った後私はネットで「桐村結」と検索してみました 事故のニュースはないないその後「桐村結」「事故」「桐村真子」などでも試しましたがやはり何も見つかりませんでしたもしかしたら亡くなったのが小さな子供だったため匿名で報道されたのかもしれないそう思い私は首都圏で起きた自動車事故のニュースを片っ端から調べることにしました調べ始めてから数時間後 東名高速で車両が道路脇に衝突嘘もしもしクリアラさん見つけました自動車事故のニュースおやりましたねただクリアラさんの推理とちょっと違うんですよえ読み上げますね2013年3月19日 東名高速道路横浜町田インターチェンジ付近で軽トラックが道路脇に衝突する事故が起きた事故当時車は右車線を走行しておりハンドルの操作ミスにより右側の壁に衝突したものとみられているこの事故で亡くなったのは運転手の倉本栄太さん27歳助手席に乗っていた妻のサナさんは左半身に重傷を負ったものの命に別状はなかった エータさんは4月から神奈川県海老名市の会社に就職することが決まっており、夫婦は引っ越しの最中だった。倉本栄太サナ。はい。2005年から2013年まで102号室に住んでいた夫婦です。犯人は桐村真子さんじゃなくて、その前の住人倉本サナさんだったんですよ。いや、でもそれなら。 どうして左足をあそういうことかわかりましたか栗原さんはさっき車はハンドルミスをして左の道路脇に衝突し犯人は左足が不自由になったと推理していましたでも逆だったんです車は右脇に衝突したしかし倉本紗なさんは左半身に重傷を負った少し混乱しましたけど冷静に考えれば簡単なことでした 倉本紗奈さんは助手席に乗っていたんです走っていた車が突然右に急ハンドルを切った場合感性の法則で助手席に乗っている人は車内の左側に体を打ちつけることになります倉本紗奈が生き残ったのは彼女が左側に偏り右側の衝突にギリギリ巻き込まれなかったからということかはいなるほど私の乾杯ですねいや でも、自動車事故っていう読みはあってたわけだし、ほとんど栗原さんが解決したようなものですよ。確かにそうですね。うん。うーん。でも、そうなると、桐村真子さんの態度が気になりますね。犯人じゃないなら、彼女は何を隠そうとしてたんだろう。ああ、そのことなら多分えいや、これは言わないでおきます。ちょっと何でですか 分かってるなら教えてくださいよこれは言うべきじゃないと思うので話は変わりますけどウケさん貧乏暮らしをしたことはありますかまた随分変わるな貧乏暮らしはないですね私もですうちの父親は銀行員で裕福ではありませんでしたが食うに困ることはありませんでしたいや栗原さんの生い立ちはどうでもよくてそれがこの事件とどんな関係があるんですか もしかしたら私たちのような人間にはこの事件の本質は理解できないのかもしれませんねどういう意味ですかすいませんちょっとこれから出かけるようがあるんでまた今度電話しますうんその後私はひとまず浦川さんに電話をかけこれまでに分かったことをすべて伝えましたなるほどそういうことだったんですね ただ、まだ完全に解決したわけじゃないんですが。いえ、送り主に悪意がないことが分かればいいんです。おかげで気が楽になりました。気が楽になりました。という割に、浦川さんの声は不安げで沈んでいるように感じました。まだ解決していない。この事件にはもっと深い闇がある。そんな予感がしました。事態が急変したのは数日後でした。 この番号、確か。それは、真犯人、倉本紗菜さんの携帯番号でした。<noise> もしもし。お電話失礼いたします。松原理恵と申します。松原さん先日、こちらの携帯にお電話をいただいたみたいで、折り返しお電話を差し上げました。はい、確かに先日お電話をしました。あの、 大変失礼ですが、これは蔵本サナさんの携帯ではないのでしょうかあ？申し遅れました。私、サナの姉です。え、お姉さんあそうでしたか。失礼いたしました。話によると、松原はさなさんの旧姓、そして松原理恵さんはサナさんの三つ上のお姉さんだと言います。 なぜサナさんの携帯をお姉さんが持っているのか気になったもののひとまずこれまでのいきさを説明することにしましたそうですか妹はそんなことをお姉さまは荷物のことをご存知ないんですかはいあの子エイタさんを亡くしてからずっと一人ぼっちで自分の家にこもっていて家族にもほとんど連絡をよこさなかったのでそうですかサナさんは 今も引きこもりの状態ですかいえ4ヶ月前に亡くなりましたえ今年の初めに癌が見つかって最後まで頑張ってはいたんですけど5月の末に急変して息を引き取りました5月佐奈さんは5月に亡くなったんですかはい何かそんなわけ 一番新しい荷物が届いたのは先月の13日あの大変失礼なことをお聞きしますがお姉さまがサナさんの代わりに荷物を送っているなんてことはないですかい,いえそもそも妹が荷物を送っていたこと自体今知ったんですからですよねあじゃあ例えばサナさんが亡くなる前に誰かに頼み事をしてたとかそんな様子はありませんでしたか い,いえ、何もそうですかただ誰かを待っているような様子はありましたえ来ないな来てくれないかなって亡くなる寸前まで病室で上ごとみたいにつまやいてました誰を待っていたんでしょうわかりませんもしかしたら投薬治療のせいで記憶が曖昧になっていたのかもしれませんはあ いろいろと教えていただきありがとうございましたいえこちらこそ妹がご迷惑をおかけしたみたいでいえいえそんなでは失礼いたしますサナさんが亡くなったのは4ヶ月前でも荷物は今月も届いたじゃあこれは誰がその時私は不意に思い出しました 最初にこの荷物を見た時に感じた正体不明の気持ち悪さそして浦川さんから送られた写真の違和感もしかしてそうかそういうことだったんだ。 ウケツです。ですあお世話になっております。浦川さんにお伝えしたいことがあります。落ち着いて聞いてください。はい。102号室に荷物を送っていた倉本さ奈さんは、今年の5月に亡くなったそうです。やっぱりそうでしたか。やっぱり。 心当たりがあるんですね。浦川さん、そろそろ本当のことを教えてもらえませんか写真を見た時からおかしいと思っていました。浦川さんから送られた写真は8ヶ月分しかありませんでした。最初の荷物が来たのは去年の10月。あなたは荷物は毎月送られてくると言った。だとしたら写真は全部で12ヶ月分になるはずです。では、 残りの4ヶ月分はどうしたのか。ヒントは、消誌にありました。消誌には、郵便局名の他に日付が記載されています。日付順に写真を並べ替えると、おかしなことがわかりました。5月、6月、7月、8月がないんです。そして、9月の荷物は、なぜか消誌が剥がれている。あまり気に留めていませんでしたが、よく考えるとおかしいんです。消誌は、 いわば切手のようなものですから簡単には剥がれないようにできているつまり誰かが意図的に剥がしたんです配達員が剥がすわけありませんから浦川さんしかいませんよねはい確かに私が剥がしましたですよねあなたは私に9月分の消死を見られたくなかったなぜならそこには5月の日付が印刷されていたから 本当はこの荷物5月に届いたんですよね。サナさんは5月に亡くなった。6月以降荷物は届かなくなったはずです。あなたは5月に届いた最後の荷物を9月に届いた荷物だと偽った。今も荷物は送られてきている。私にそう思わせるためです。ではなぜそんな嘘をついたのか。ヒントは荷物の中にありました。 あなたから送ってもらった荷物を見たとき違和感を覚えました写真で見たのとどこか違う気がしたからですでも具体的にどこが違うのか分かりませんでした間違い探しのように何度も見比べてようやく気づきましたレトルトカレーの側面に書かれている賞味期限です写真に写っているものは2023年12月29日なのに私に送られた実物には 2024年1月24日と書かれています。別物なんですね。カレーだけじゃなく、おそらくその他のレトルト食品もパックご飯もすべて別物。この荷物、一見見た目は同じでも中身はまるっきり入れ替わってるんですね。初めて電話をした時、私はあなたに9月に来た荷物をこちらに送ってくださいとお願いしました。その時点で、 ダンボールの中は空っぽだったんじゃないですかだからあなたは慌てて以前撮った写真を見ながら同じものを買い集めて同じように箱に入れて私に送った。中身がすでにないことがバレないようにするためです。なぜそんなことをしたのかそしてもともと入っていたものはどこに行ってしまったのかもう勘弁していただけませんか私はあなたのしたことは 別に悪いことじゃないと思っています。あなたは荷物に入っていた食品を食べていたんですね。はい。正体不明の人物から届いた謎の荷物に入っているものを食べる人なんていない。私は当然のように思っていました。でもそれは幸せな環境で生きてきたものの思い込みだったのかもしれません。知人の栗原さんがこう言いました。 私たちのような人間にはこの事件の本質は理解できないのかもしれません。って。私たちのような人間というのはつまり空腹を知らずに生きてきた人間ということです去年の10月あなたは仕事を失い逃げ込むように小まき出そうに部屋を借りた月2万の家賃にさえ苦労するほどお金がなかったそんな時突然荷物が届いた中には食べ物が入っていた あなたは葛藤したはずです。出所のわからない食べ物を口にするなんてできない。それは人間性を捨てるような恥ずかしい行為だ。そう思ったんじゃないですか。でも、お腹は少しお金はない。結局、あなたは我慢できずに食品に手をつけた。それから毎月荷物は送られてきた。あなたはそれを食べ続けた。あなたにとって正体不明の送り主は 生活を助けてくれる恩人だった。でも今年の6月以降、なぜか荷物は来なくなった。あなたはこう考えたんじゃないでしょうか。送り主の身に何かあったんじゃないか。あなたは心配になった。でも送り状に書かれている住所は存在せず、名前も偽名、探すあてもない。だから私に頼ることにした。あなたの本当の目的は送り主の居場所を探して、 安否を確認することだったでもそれを正直に私に話せば出所不明の食べ物に手をつけていたということがバレてしまうそれはあなたのプライドが許さなかっただから荷物が送られてきて困っているから真相を解明してほしいという嘘の相談をでっち上げた違いますかだまして申し訳ありませんでした あの頃は日もしかったんです。この年齢だとバイトすらなかなか受からなくてつらかったんですね何日も食べてないと本当に動けなくなるんですもう腕とか足とか神経が通ってないみたいに言うこと聞かなくて腹が減ったから食うとかうまいから食うとかそんなもんじゃなくて死にたくないから食うんです命を守るために食うんです あんな感覚は生まれて初めてでした。今年の4月にやっとの思いで再就職しました。小さな町工場で月給は安いけど食うに困ることはなくなりました。それからしばらくしてあの荷物がパッタリ来なくなったんです。送り主が誰なのか何のつもりで送ってきていたのかわかりませんでした。でもあれがなければ私は死んでました。命の恩人なんです。 せめて俺が言いたかったですこれは家をか迷ってたことなんですけどあの荷物に救われた人は浦川さんだけじゃないんですよえ私は次に桐村真子さんに電話をかけましたもしもしお忙しい中大変失礼いたします先日お電話した受けつと申しますまたあなたですかいい加減にしてください申し訳ありません これ以降二度と電話はかけませんもう切りますよあの切る前に一つだけ聞いていただきたいことがあるんです小牧田荘102号室に毎月荷物を送っていた方は4か月前に亡くなったそうですえあいや何でもないですやっぱり桐村さんが住んでいる時も荷物は送られてきていたんですねその人 どんんな方だったんですかその後桐村さんはポツリポツリと過去のことを話してくれましたやはり彼女も浦川さんと同じでした、はい、10年前当時18歳のフリーターだった桐村さんはバイト先の先輩の子供を妊娠したそれを告げた翌日彼はどこかへ消えた期待はしていなかったから落胆はなかったしかし金には苦労したその年の8月 彼女は生まれたばかりのゆいちゃんを抱いて小牧きだそうに部屋を借りた。子守りの合間に働きに出ることなどできなかった。当時増えつつあったアフィリエイトサイトで日銭を稼いだが、それでも家賃は大幅に滞納した。彼女は食べることを我慢した。食べなくても母乳は出る。この子さえひもじくなければそれでいい。そう思っていた。しかし、母親が食べてないと、 お乳でも悪くなるんですよね。日に日に夜泣きが激しくなった。お腹を空かせている。一番栄養が必要な時に満足にお乳を飲めていない。桐村さんは母乳を絞り出そうとした。焦るあまり胸は傷だらけになり、母乳よりも出血の方が多くなった。彼女は自分の体を恨んだ。情けなかった。そんな時荷物が届いた。食品が入っていた。 少しの迷いもなく、むさぼった。生きるためではなく、生かすために、口に、胃に、食べ物を詰め込んだ。数年後、ゆいちゃんが保育園に行けるようになると、桐村さんはようやく職を得た。貧しかったが、食事に困ることはなくなった。彼女は順調にキャリアを積み、ここ数年は人並みの収入を得られるようになった。そして一昨年小牧田僧を出て、マンションに引っ越した。 娘さんは今お元気ですかもう元気すぎて困ってるくらいなんです男の子みたいにやんちゃですぐ一人でどっか行こうとするし毎日大変で桐村さんも浦川さんと同様出所のわからない食品を食べてしまったことに後ろめたさを感じていたといいます彼女にとって消したい過去だったのですしかしサナさんのことを話すとその考えは変わったようでしたもしよろしければ その方のお墓の場所を教えていただけませんか。今度、娘を連れてお礼をしに行きたいんです。それはいいですね。サナさんのお姉さんと連絡がついてるので聞いてみます。ありがとうございます。すべては終わった。謎は解けた。はずでした。しかし、まだ頭の片隅に一つの疑問が残っていました。 倉本紗菜さんが102号室に荷物を送っていた理由は本当にお供えだったのか私はどうしてもこれらがお供え物には見えませんでした。パックご飯はまだしもレトルト食品を冷然に供えるなんて聞いたことがありません。どう考えてもこれは生きている人間に向けた荷物。私はそうとしか思えませんでした。ただ、だとしたら紗菜さんの動機がわからない。 どこかにヒントが隠されていないか、私はもう一度写真をじっくりと眺めてみました。すると、あれ去年の10月に送られた荷物の写真。ガムテープを剥がした際に段ボールが破けたのでしょう。そこに何かが見えているのです。明らかに段ボールとは色味が違う白い物体。私はその時、ハッとしました。段ボールは、 波形の芯を2枚の紙が挟み込むような構造でできていますそのため段ボールの内部にはたくさんの穴が存在するのです何かを隠すならばここは最適ではないか私は手元にある荷物の紙をはがしてみましたするとんやはり何かが入っていました それは紙を細長く丸めたもののようでした開いてみるとお経のような文字が書かれていました「母親に乞うこの魂を対価として霊をよみがえらせてほしい」「高霊術」 高齢術を通して亡くなった人との交信を試みる風習は世界各地に存在します。高齢術の多くは人間の体に霊を憑依させる方法が取られます。この時、憑依される人間、つまり霊に体を貸す人間のことをよりしろと呼びます。よりしろには高い霊能力が必要とされるため、プロである霊媒師やシャーマンなどが務めるのが一般的です。 しかし、中にはプロに頼らずとも、例と更新できる方法が少数ですが存在します。口同士はその中の一つです。はじめに、骨母神、遺臭混大者、司令改正と書いた紙を用意します。これは母神への誓約書となります。亡くなった人が生前過ごした家屋の中に、鏡と米を用意し、よりしろとなる人間を隔離します。 よりしろは米を口に含んだ状態で鏡を見ながら遺族の血液を染み込ませた髪を唇に当てます。この儀式によってよりしろの体に霊魂が宿るとされています。こんな話は聞いたことがないし、口同士について書かれたサイトはこれ以外に一つもありませんでした。おそらくこの記事を書いた人の創作だと思われます。しかし、もしも生前のサナさんが偶然このサイトを見つけて、 間に受けてししまったたのだとしたら思い当たる節はありましたずっと気になっていた荷物の中の生活雑貨アルミホイルアルミボールアルミ皿すべて鏡の性質を持っていますそれに毎回詰められていたパックご飯鏡と米まさかサナさんは102号室の住人をよりしろに利用して 高齢術でエータさんを読み物そうとサナさんは住人に憑依したエータさんが来るのを待っていたってこといやでも102号室に高齢術の道具を送ったところで住人が儀式をやってくれるわけがないしそれに血液を染み込ませた紙なんてどこにも。 その時、嫌な予感が生まれました。レトルト食品。荷物に入っていたレトルト食品は、麻婆豆腐、チキンカレー、トマトペースト。どれも赤みの強い液体です。例えば、レトルトパックに注射針を刺して、血液を混入させたとしても、少量ならば気づかないのではないか。嫌な予感が膨らんでいきます。浦川さんと桐村さんは、送られた食品を食べていた。 レトルト食品をおかずにしてパックご飯を食べることもあったでしょう。口の中には米。血液入りのレトルト食品で口の周りが汚れる。そしてティッシュで拭う。するとティッシュには血液が染み込む。その途中、何の気なしに荷物の中のアルミに目が行く。ありえなくはない。日常的な動作がそのまま恒例の儀式になってしまう。 そこまで計算づくだったいやだとしても浦川さんも桐村さんも今は元気に生活してるわけだし高齢術に効き目はなかったってことか安心しかけたその時桐村真子さんが言っていた言葉が一瞬胸をかすめましたもう元気すぎて困ってるくらいなんです男の子みたいにやんちゃですぐ一人でどっか行こうとするし 1992年、山奥で一人の男性が遺体となって発見されました。体中には激しい暴行の跡があり、そして彼のポケットの中には一枚の絵が入っていました。ボールペンで描かれた山並みの絵、細かく折りたたまれた跡、そして土の汚れ。彼は犯人に関するある情報を伝えるためにこの絵を描いたのです。 彼は一体何を伝えたかったのでしょうか山奥で男性の遺体が発見された彼は死に際に一枚の絵を残していた震えた線で描かれた山並みの絵彼は何を伝えたかったのか幼稚園生の男の子が描いた絵にはおかしな点があった灰色でのびつぶされたマンションの一室それは 悲しい過去の記憶だった。